はい、どうもこんにちは、久々にね、良いお天気でございますけど寒い、今日はですね、こちらですね、扇形のね、タープでございます。はい、結構ね、エブリーにしてはね、めちゃめちゃでかいタイプなんですよ。はい、改良版ね、出来上がりました。はい、で、届いたものがですね、こちらでございますね。はい、開けます。よ、はい、こちらですね。なんか明るくて色がわからんな。はい、先ほどからですね、太陽が雲で隠れたり隠れなかったりとでね、光の調整がすごい難しいんで、その辺はね、ご勘弁ください。今回ね、こういうケースに入ってますね。なんか白寄りのグレーって感じです。で、開けるとカバーが入ってて、めっちゃ蛍光色やな。ロープがついているのと、ザコペグかな、4本ついてます。まあ、とりあえずこんだけでいけるんですかね。まあ、やっていきましょうか。まずはタープのね、設営していきます。はい、OK。 はい、で、今回も試作品ということで説明書ないです。大変違ったわ。はい、場所を移しまして、ここ初めてだわ。ここね、おじさんとこの工場ですね。工場かな、オフィス。はい、とりあえずまあおじさんとこです。ここ広いんでね、前の試作機ね、ここちょっと置いてたんですよ。はい、かぶったまんま。これに代わるカバーなので、今回ちょっとこれを外して新しいのね、取り付けていこうと思います。はい、前回のやつの欠点はね、丸いこう袋状になってるんで、かぶせる時がね、めちゃめちゃ大変だったのよ。今外すけど、じゃあここからですね、やっていきましょう。今回はね、改善点その1はね、前回はこう袋状になってたんで、こう被せる時にどうしても大変だったんですけど、今回はその四方のうちの一辺をね、こうチャックで開けれるようにしたので、設営時はね、結構楽かなと思います。やっぱりですね、楽でしたね。楽でしたっていうか、前に比べると楽でしたね。まあ、やっぱりここにチャック1個つけるだけでね、椅子に乗らずともなんとか手が届いたんで、椅子なしで1人で設営することができました。違うわ、1個じゃないわ、2個あるわあ、失礼しました。あ、じゃあ2個 ついてるからもっと簡単だったわ。うん、はい。で、今回のアップデートはもう1個ここですね。とりあえず風が吹いたりは室内用なんでありえないんですけど、固定用ということで、はい、このバッチバチに明るいね、ロープ、まあ、結構シートがぴったりなんでね、バタバタ飛ぶことはないんですけど、こういう風に引っ張って固定することもできるようにね、この通し穴作りました。ライトをかけたりとか、まあいろいろ便利でしょうっていうことで取り付けてみました。で、まあさっき外だったんで分かりづらかったと思うんですけど、これ室内だとまあより分かりやすいですね。白寄りのグレーです。はい、以前ね、ブルーのやつだった時にブルーシートって言われたらね、ブルーシートに見えてきちゃったんで、まあ確かになって思って、はい、で、早変わり、はい、シートを開けると OK。 はい、で、中がですね、分かりますかね、白っぽくしました。前回はね、この通り黒かったんですよ。その光をしっかり遮ろうっていうことで。けどまあ黒にしなくてもある程度遮れるっていうのが分かったんで、ライト外持ってきますね。はい、さっきのライト今壁に当ててるんですけど、分かりますかね。はい、これ当てたんですけど分かんないですよね。
まあ、なので色問わずに光遮れるんで中はね白くしました。はい、今1頭だけなんであんまり明るく見えないんですけど、実際はそれなりに明るく見えます。やっぱ明るめの方がいいよねこういうのはね、うん、それ以外は前回とほぼ一緒かな。上にも2箇所メッシュOK まあ、メッシュにもできるし全開にもできます。室内利用が想定なので外の光を取り入れれるようにっていうことで、上も2箇所開くようにしてます。で特にまあ換気周りはねバッチリ対策しててですね、ここ入り口があってこっち側にもね同じサイズの入り口というかあります。はい、こんな感じですね。こっちも歩こう。はい、 OKまずこれが正面と横ですかね、見えますかね。でこっち側だけね換気する場所はありません。後ろ側はさっき見せた通りね、ここがすっぽり開いております。でこっち側はねここが開いておりますね。でまた正面戻りましてこんな感じです。で中はこういう風に開けれるという感じで、はい、ちょっとしたルームツアーでございます。こっち1メートル2メートルという感じで、高さも2メートルあるのでめちゃくちゃ広いですね。個人的にはねちょっと2メートルの高さ自体はねちょっと高いかなっていう気はするんですよね、うん、ただこれ一本一本がね全部同じ長さの棒なので今悩みどころですね。全部を90センチにしてもいいんじゃないかなと思いつつも、高さだけ180センチにできないかなとか悩んでます。まあ理由としてはね高すぎるっていうか設営がちょっと大変かなっていうのと、180センチでも十分すぎるんじゃないかなっていう気もしてて、まあ悩んでますただ見ての通りねちょっと明るい色にしたので部屋の中でもね、まあ、でかいんですけど変な違和感みたいなのは青いやつよりかはだいぶ抑えられているのかなというところです。で前回こちらですね真ん中のこの棒、こいつがあるとねいろいろ邪魔になるなっていう話をしたんですけど、合成的にはなくてもいけるみたいです。おい OK これでも問題ないそうです。まあ室内用なんでね、そしたらですねこの車中泊マットもねしっかり入ります。なのでこの通りね寝れますね。はい、いかがでしょう。でこっちをよいしょ、こうですね、こういう使い方はねできますね。はい、横から見るとこんな感じで、うん、いや非常に良いんじゃなかろうかと思います。はい、でこちらの製品なんですけど、生まれた背景としてはね自粛期間がすごかった時期あったじゃないですか。まあそういう時に在宅勤務が始まってなかなかね自分のスペースがない人向けにいいんじゃないかなっていうところが一つと、まああとは室内でもちょっとキャンプ気分じゃないですけど楽しい遊び方できないかなっていうことで、普通のテントだとねどうしてもなんか無理やり感が出てきたので、なんか形もこう四角い感じで面白い風にしたかったし、やっぱ天井を少し高くすることで圧迫感もないし、まあ、それはそれで楽しいかなというところで、作りました。で、まあ、室内ですけど明るさを取り入れたいから上を開けれるようにしたりとか、まあ、換気は大事でしょうということでいろんなところからね空気を取り入れれるようにしたりしてます。それで、まあ、メッシュもね取り入れてるので蚊とかもねちゃんとカットできるかなっていうところで作り上げました。なので、今のところね出来上がりとしては前回に比べたらね結構明るくなって良くなったかなっていう気はしてます。あとは用途が結構その絞られてくるのでもうちょっとね使いやすくはしたいかなって思ってますが、皆さんいかがでしょうか。前回のコメントでも多かったのは避難所とかでのそのパーソナルスペースとしてだったりとか、その在宅勤務でのそこでもパーソナルスペースですよね。まあ部屋きれいにしてなくてもこの中にさえ入ってればビデオ通話しても全然大丈夫だしっていうことで、今回明るくしたんでいろんなところにライトを吊るしたりとかすればねさらに部屋感は増すかなというところでございます。もうちょっと小さくしてもいいのかなっていう気はしております。あと組み立てがね棒一本一本が独立しちゃっているのでその辺をどうしようかなと思ってます。やっぱりね棒一本一本、はい、これがあるんですけど一本一本でいいところとしては拡張性がね高いんですけど、今回このカバーがね決まっているのでそれだったらこれをなんか折りたためるようにしちゃってもいいのかなっていう気はしてますね。こう真ん中でこうペシャンって
ペシャンってなる感じ、ああいうのができるんだったらそっちの方がいいような気もしますね。まあ、一応室内っていうイメージなので、まあ、そこまで強い合成はいらないのかなとは思ってますけど、それができるかはねだいぶ怪しいですね。売り出す時の値段がねめちゃくちゃ上がっちゃう、そんな気がします。まあ、ただこの状態でもね面白いっちゃ面白いですね。ただまあせっかくなので拡張性は持たせたいしな。ただカバーが結構決め打ちなんで、また連結とかできるようにするといいんですかね。はい、まあ、テント内スペースこんな感じですね。まあ、このアウトドア用の机だったらね余裕で入るんで、ここでなんかお仕事ってのは問題はないかなって感じですね。ここにノートパソコン置いてビデオ通話とかすれば、はい、まあ、こんな感じで、あのこっち閉めちゃえばいいだけなんでいい感じじゃないかな。よいしょ、まあ、こんな感じで映るんでいいっすよね。後ろをぼかしたりしなくても済みますね。という感じでね、いかがだったでしょうか。今回はですねちょっと最初間違えちゃったんですけど、こちら四角いテントのご紹介でございました。前回に比べたらねより部屋にマッチしやすいように明るくしたのと、ところどころねあの設営しやすいようにしたんですけど、この商品に限ってはガチでどうなるか分かってない商品です。まあ、またねあの皆さんのコメントを元にね方向性とかも、まあ、今のままでいいのかまた変えた方がいいのか、ちょっとまた私のアイデアとかもあったりするので、タンスのゲンさんと相談しながらねやっていこうかなと思います。これね4作目です、うん、だいぶ長いです。これやってる中で一番長いじゃないかな。これに関してはねちょっともう楽しみながらやるしかしょうがないっていう、そういうやつなんでね。ただあの可能性はね一番あると思います。これはね純粋に楽しい、売れるかどうかとかそういうんじゃなくて楽しい商品またねこの製品あのコメント次第でね化けるかもしれないので、まあいろいろね自由な商品なんで自由にあのコメントください。多分こういう系の製品はねあんまりないと思うんですよね。作れるけどみんなが作らないのか、そもそもないのかよくわかんないんですけど、またね室内用なんですけど、また車中泊には取り入れれないな、サイズ的に。またなんかいろいろ組み合わせとかもできるかなとは思っているので、これに懲りずに進めたいなと思いますんで、よろしければまたコメントお願いします。車中泊用マットレスはね、しっかりあのフィットはしておりますんで、はい、そこはあの良かったですでまあ、あの組み立てるのはねパーツが多いんでちょっと大変ではあるんですけど、まあ、全部ばらせるので収納性はまあいいかなとは思います。ただまあ避難用にするにしてはね、避難用のためだけにこれ買うのはちょっともったいなすぎるんで、まあ、いろんな用途も検討してね、よりいろんな人にね遊んでもらう使ってもらえる製品作りができればなと思います。というわけで今回はね第4作目となる四角いテント4号機のご紹介でございました。実用的なものも作りますけど、ちょっとあの遊び心のあるやつも作っております。はい、タンスのゲンさんもこういうのにお付き合いいただきありがとうございます。というわけで以上でございます。そんじゃあまた。